もしちょっと大きくなったら音するんで申し訳ないけど、後半ではなりますか。そうだから苦情がステージも向こう向けたら苦情が来るから向こう向けにして、であまり大きなんであそこにフェリー系あって、それを超えたら超えないようにという、なってるんで申し訳ないけど。はい、寒かったからね。今日もまた寒い。はい、それではね、チャイムも鳴りましたしね。さあ、今日もね、オフステージ開催させていただきます。はい、そうなんでね。もう今日はもうトップだった坂本ちゃんが久しぶりに来てくれましたんで、まだ坂本ちゃんの喉に詰まってる口なのか。磨いてる間はないっちゅうね。まあまあそんなんでね、スタートしましょうかね。それでは坂本ちゃんよろしくお願いします。坂本ちゃん、ありがとうございます。お久しぶりです。いつぶりだろう、本当に久しぶりで、なかなか自分の組んでるライブと曜日が大体一緒で、とくらまさきさん久しぶりに来れて嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日もですけれど、最も自分らしく表現できる曲ばっかりですね、用意してきましたので、皆さんの知らない曲ばっかりになるんですけれど、どうぞお付き合いください。お願いします。ねえ、ちょっといいかな、どうでもいい話なんだけどな、君はいつだってちゃんと話を聞いてくれるから、話したいんだ。自己満足の音楽なんだろうって自分でも思うけれど、今日は違うんだよ、届ける歌を歌いたいんだ。僕の好きな歌を心を込めて歌ってゆくよ。僕の歌う歌でも君に届くのかな、教えて。出しすぎて手紙はちょっと重たすぎるし、メールも自信がないんだ。本当に伝えたいことにたどり着くにはたくさん時間がかかるよね。大切なメッセージを素敵なメロディーに乗せて歌ってるのさ。僕の歌じゃないけど君だけに歌っているよ。僕の音楽で君に届けてくよ。この胸に届いたら居場所を少し開けておくね。好好的你
幸せと暮らしたそれでもないがいる
よ
憧れは今でも夢のよう、夢のように鮮やかに覚めるけれど、誰々も絶対愛してくれたくて、優しいあの目の私、いつまでもまれI'm not afraid to die.
してるの。会いに来たよ、話をしようよ。ありがとうございます。Yeah.
ございました。